思ったより切れなくて、中島選手ごめんなさい、本当に。本当にすいません。はい、矢野徹の YouTube。はい、というわけで、新日本プレスの矢野徹です。G1 クライマックス第5戦になりますね。6試合中第5戦。ランスアーチャー戦が今終わりました。というわけで、ランスアーチャー戦を振り返りたいと思います。矢野徹プロデュース、始まるよ。はい、というわけでですね、ランスアーチャー戦、まあ惜しくもというか、なんか思いっきりぶん投げられて負けちゃって4敗目を喫してしまいました。これでも1勝4敗リーグ戦勝ち上がるのはもう無理な状況になってしまったんですけど、まだあと1戦残ってるんで、そこにかけていくという気持ちと負けた原因を探るという意味を含めて振り返っていきたいと思います。たまたまなんですけども、 G1 の中で前哨戦で当たることはなかったんですけど、まあちょっと試合をね、たまにチェックしてみたりとかしてる中で、体がでかくなってるなと思ってたんですよね。で、まあ、怖さが増していると。前にもお話ししたように、日本人の選手と外国人選手っていうのは、多少リズムが違うんですよね。で、そんな中で、いい意味でも日本に慣れてくるとリズムをつかめるんですけど、外国人選手はですよ。逆に、その外国人のリズムがやりにくいって場合もあるんで、そこはね、意外とね、難しいところで、ランス・アーチャーみたいな多分タイプは、リズムを崩さない方が強敵になると思うんですよね。で、そういった意味で、だいぶ久しぶりに日本に帰ってきて、荒々しさが増して、やっぱり場所によって違うんで、プロレスのこの感覚っていうのは。アメリカのリズムというのか、それに戻ってたのかなっていうのはすごい感じてましたね。で、まあそういった中で、本当にもう大阪に行きたくないなんてつぶやいてましたけど、これまあ本当のマジで、もうやっぱね、やる前はやで、どうやって逃げ出してやろうかとかって思うんですけど、まあ、ね、G1 クライマックスね、一応私もエントリーさせていただいて、勝つためにやってますんで、どうやったら勝てんのかなんてことをね、考えていたんですけどね。で、ちょっとこうね、いろいろ考えながら騙しなんて思ってたんですけど、序盤にテーピングでね、逆に手をくくられてしまったんですね。たまたまですよ、これは。たまたまある場所に、ハサミを忍ばせていたので、助かったんですけど、ハサミで切ろうと思って、よっしゃ、これはいけるや、と思ったら、思ったより切れなくて、最後の方焦っちゃってですね、これは本当にギリギリでした。もう自分でも見返したくない、思い出したくないぐらい、ギリのギリ。もうね、やっぱね、テーピングのその、固定される強さも多分強いのかな。ちょうど切れやすいとか、外しやすいとかあると思うんですよね。そういうのはもう全然超えちゃってて、血も止まってるしっていうんで焦っちゃって。まあね、そこがね、この試合の一番の肝というか、あそこでね、僕の中の考え方とかコンピューターみたいなものがね、一気にガラガラガラッと崩れ落ちて、やべえ、どうしようっていうのがなっちゃったんですよね。命からがら一応まあ、生還したんですけど、そっから頭を張り巡らせることがもう、ちょっとね、できなくなってしまって、一瞬。焦って。まあ、なんとかね、申し訳ないんですけどね、中島選手ごめんなさい、本当に。中島君には申し訳ないんですけど、ちょっと犠牲になってもらって、あの手この手でいろいろ考えてみたんですけど、もうちょっとこう、綿密な作戦のもとをやってれば、リングアウト勝ちできたような気もするし、でかいからなのかわかんないんですけど、例えばフェンスにぶつかった時とかも、振る強さもあるのかもしれないですね、振る強さだったりとか、でかいやつっていうのはね、キックも早いのかなって思いますね。まあ、それはそうかもしれないですね。やっぱちっちゃいやつに殴られるよりも、でかいやつに殴られた方が痛いわけだから、そういう相対でって考えるとそうなのかもしれないんですけど、まぁ、ちょっとお茶目のね、ダメージとかあるかなと思ったんですけど、思ったがなくて、ほんとね、中島選手が、僕の上にボディスラムされた、それは覚えてるんですよ。もう僕は自分がもうやられたくないもんだから、黙ってこうやってもう、回復を待ちながら見てたら、チョークスラムまでされてるの見たんですよ。本当に ごめんなさい。申し訳ない。止めに入ることができなかった。怖くて。本当にすいません。でもね、そこが、彼があれ狂って、お前なんか邪魔だっていうことで、この中島に対してね、こういう加えたっていうのが好きにもなると思ってたんで、戦況をダメージありながらも見てたんですよね。で、まあ、それ突っ込んでくる中を避けてっていうんで、コーナーにぶつけることに成功したんですけど、スリーカウント取るまでのダメージを与えきれなかったのかなっていうのが、まあ、敗因ですかね。あそこでもう一押し、何かしらって言ってもわかんないんですけどね。お茶目なのか何かが炸裂できれば、ちょっとね、戦況変わったのかなとはと思ったんですけどね、もうね、必要にこのチョークスラムだか、エビバリダイクローですかね、なんかクローであったりとか、すっごいこの辺を狙ってくるので、こうもう、それをもうね、振り払うのに必死で、柄にもなくね、コーナーに登ってしまったんですよね。
もうこうやってやってわーっているからなんかやってろと思って、たまにはねセカンドロープセカンドが飛んでやろうなと思ったんですけど、そしたらもうあれは多分何だったのかな、膝かなんかがバーンと飛んできて、その時点で勝負ありみたいなね、振り返るとそうなんじゃないかなと思ってます。あの高さに膝が来るとは思ってなかったんで、まあびっくりしましたね。あのブラックアウトっていうんですかね、あれ自体はあの高さから投げられちゃうともう返せないですね。今ももう腰が、背中とか首とかにもダメージ当然あるんですけど、腰がやっぱね、ムチのようにパチンってなってね、全く動けなくなっちゃうんですね、あれね。今もだから歩くのもちょっと痛いぐらいで、腰が伸びて牽引みたいな感じで引っ張られて良くなるパターンもあるんですよ。でも明日になったらすっごいその痛みがすごくなっちゃうパターンもあるんで、まあこれはね、明日にならないと神を見て知るというところではないでしょうかっていう感じですね。まあ、あの、久しぶりにやったランサーちゃんはでかいし強いし力も強いし、また動きも速い。これはね、なかなかこの切り崩すのは難しいなっていうのはね、思いました。まあね、でもね、そうは言っても、次やるときにはね、あの、何かしら駆使して、勝ちへのね、近道を考えて、道筋を考えて、やりたいと思っております。というわけでね、次回、次戦はね、ジフコブ戦になります。今回は4ブロック戦で6試合しかない、最後の試合なので、ここはね、何としても取らないとと思ってますんで、っていうのはですね、これやっぱり1勝5敗で終わってしまうのと、2勝4敗かだと全然違うと思うんで、ここは取りたいなってね、めちゃくちゃ思ってるし、確実に取りに行こうと思ってます。まあ、どんな手を使ってでもね、取りに行こうと思ってます。ので、行く日になったら怖い怖い言うかもしれないですけど、ちゃんと行きます。わかんない。行くと思います。ので、この残りの折り返し超えた G1 を皆さんもね楽しんでいただければと思っておりますと言いたいところですが、今君たちにできることはチャンネル登録、チャンネル登録、サバが作ってチャンネル登録ということで、チャンネル登録よろしくね。さようなら。はい、やのとる、最後の試合応援してね。